台湾東洋鉄道は台湾において製党に伴う砂糖機ビまたはその製品輸送のために設けられた産業用軽便鉄道である。機関は7 6 2ト、mm、ル。別称として台湾製党鉄道、東鉄、五分車等がある。作業従事者や沿線住民のために客扱いも行っていた。橋子頭製陶工場と東洋鉄道日本当地時代に 政徒業の発展に伴い、1902年に高尾の共同政徒工場が付設したのを筆頭に各地で建設された。この頃はすべての路線が各政徒会社の所有する路線で各路線間の連絡はなかった。戦後、国民政府は日本資本の摂取と佐藤の反戦売家を進め、1946年国営の台湾投業講師を発足させ、 各路線も大東に属した。そして全路線の連絡を目的とした南北平行予備線を付設し、ほぼすべての政党工場と連絡するようになった。しかし、大東の業績不振や輸送手段の発達により、徐々に縮小され、1982年か吉し線のか、吉し北港間の廃止をもって旅客営業は終了した。2001年以降、稽古当初、 カラス樹林当初、新栄当初、高尾当初、南州当初など製造をしなくなった製糖工場を観光施設に変えると同時に周辺の一部区間を観光鉄道として復活させた路線も存在する。2016年、慶古当初で廃車扱いになっていた軌道巡回車の一両が自走可能な状態に修復されたほか、大東及び 高尾市立歴史博物館の協力により、カラス樹林島省にある同経者が2017年初頭から横浜市の現鉄道模型博物館の特別展で展示されることになった。2018年11月、昼頭書文化園区でイギリスのウェルシュプールスランフェア系弁鉄道から貸し出された機関車ドゥーガルが展示され、12月には同体イベント開催に伴い大東は、 同社と姉妹鉄道提携覚書を締結した。過去に旅客営業の実績がある路線については、台湾東京鉄道の旅客駅一覧を参考のこと。現在観光路線として営業しているのは5箇所で、佐藤木美列車を現在も運行しているのはの2箇所のみである。ありがとうございます。